史上竜兵は、日本の公家、内政官僚、政治家。第一次奈良県令、元老院議官、貴族院男爵議員、近景官志向。県大納言、史上高尾の三男として生まれる。嘉永六年十二月、兄、史上高唄の養子となる。安政元年十二月に元服し、昇殿を許された。現時元年六月、横浜佐向特例の十八協連書。 慶応2年8月、朝廷刷新の22強権儀に加わり、同年10月、サビ会となる。慶応3年12月、執筆御用係に就任。慶応4年1月、戸場、伏見の戦いにおいて、津飯陣営に赴き朝廷側に基準し参戦させることに尽力。その後、北陸道鎮部副総督、参与、先方副総督県鎮部氏。 新潟裁判所総督県北陸道沈部副総督、越後国柏崎県知事、越後府知事を歴任。明治2年5月18日、民部官副知事心得、岩城国巡札氏に就任。同年6月2日、母親の選行により、焦天六二百国を衛生化しされた。同年9月3日、若松県知事県若松城を守るに就任。以後、五条県知事、 1> 第1次奈良県令を歴任。1879年9月、区内省御用係。1882年5月、大乗関県少書機関県元老院県、少書機関に就任し、1886年1月に、被職となる。1888年3月、元老院議官となり、その1890年10月20日の廃止まで、在任し、 非職同日、近契艦志向を仰せつけられる。1894年6月10日、異顔面近契艦志向同年同月、事情により、市場公爵化を廃着となり分解した。1898年7月20日、その勲行により、断尺を除尺。同年8月2日、再度、近契艦志向を仰せつけられる。 1899年5月23日の第五、ただたか殺害事件では現場に居合わせ、犯人の第五角太郎を取り押さえた。1904年7月25日、貴族院男爵議員に当選し、死去するまで在任した。隆平は1872年1月2日から1873年11月2日まで、奈良県令に在任したが、この間、 明治政府の方針に従い開花政策を進めた。幸福寺一乗院内に置かれた奈良県庁では、机と椅子で執務し、管理は断髪、脱刀、洋装で、室内は土足とした。教育政策では、県学校に洋学の導入や、不助子の入学を許可したり、明治5年6月学生の発布前に、奈良県修学国威を二つし、 学校の設立と修学を奨励した。食産工業政策では、亀、瀬越新次の開設、協力回路会所の設立、官業所の設置、若草山山麓での父牛の放牧と牛乳販売、幸福寺休憩内での寛永寺の開催を行った。民衆協計政策では、社会、風俗の平風の改善を求め、肩脱ぎ丸裸の禁止、 往来及び、家回りの清掃の奨励、疎上、待望の奨励、風俗を乱す、芝居上流璃などの禁止、祈祷信仰あずさふなどの禁止などの二つを出した。また、1873年6月、他県に先駆けて、天皇の写真の歌詞を願い出て、幸福寺南大門跡に要配書を設置し、天皇像の民衆への浸透に努めた。一方で、 明治政府による神仏分離政策を強く推進し、廃仏希釈の一因を成した。近世における奈良の鹿の保護は幸福寺と並ぶ行所が担っていたが、明治維新となり、また廃仏希釈で幸福寺が衰退すると鹿は野放しの状態となった。劉兵は県令に着任すると奈良の鹿が神独であるとの迷信の打破とも言うべき行為を行った。それは、 春日野で鹿狩りを行い大鍋ですき焼きをしたり、県庁の出勤時に捕獲した大鹿に罰車を引かせたりして、鹿を殺しても天罰がないことなどを示そうとした。また、鹿の農作物への被害を防止するため、1873年4月に鹿園を設置して700頭以上の鹿を収容した。当時の農民たちは、流兵の政策を農作物被害が減り、また鹿が高値で、 取引されていたので歓迎したと伝えられている。しかしこの政策によって、鹿の数は竜兵が県令を退任する1873年11月時点で38頭に激減した。その原因として、鹿が狭い柵内の環境に適応できなかったこと、餌の不足、薬病の発生、野犬による考察などが挙げられている。1874年、鹿園が 春日神社に引き渡され飼育が続けられたが、狼による被害が発生し、また、奈良の風情が失われるとの意見もあり、1876年に鹿は解放され、現在まで続く解放式管理が始まった。ありがとうございます。